最近当たることが多いマップの山岳路ですね。いやー、雪景色は飽きることはないな。対岸の敵を撃てるかな。橋のところで立ち往生かな。対岸の敵は見えませんね。ちょっと移動しようかな。おらおらおら、いて。お、なんだ、喧嘩か。おらおらおら。お、なんだ、西部戦線拡大か。お、ちょちょちょ。山岳路だからって、山登りしたくないんだが。お、なんだおい、やんのか。おらおらおら。ちょ、重い重い。ティガーが立った。お、ドイツがイギリスに乗っていいと思っているのか。お、ティガーが立った。お、イギリス様に喧嘩を売ったことを反省したかな。ちょ、君たち真面目にやって。さ、さあせん。ちゃんと反省したかな。オラオラオラ。お、おう、そろそろ戦闘に参加するぞ。グッドアフタヌーン皆さん、アキリーズです。イギリスティア6駆逐戦車で、ロマサガニのフリーファイターじゃないよ。アキリーズというのはアキレス腱で有名なアキレスの英語読みらしい。日本の戦車に、孔明、ってつけるみたいなものだね。車高が高い割に隠蔽が低く、貫通力と精度を活かして、敵の視界外からチクチクいじめて撃退。なんか戦車の特性が、アキレスとかけ離れているなぁ。ちなみに、アキリーズのスキル、パーツ構成はこんな感じだよ。パーツはレンズと迷彩と射撃装置、スキルは隠蔽中心に振ってます。隠蔽型駆逐系の構成です。ステップですね。対角線配置の試合はまだ慣れないです。できるだけ、見つからないギリギリの中央あたりに布陣したい。敵系戦車が見えましたね。中央の水下に入っちゃった。ちょっと、ドイツ戦車はイギリス戦車をいじめるオプスでもあるの。死んでる。死体打ちじゃないんだよ。ウプ主の加齢による反応の低下なんだよ。よしよし。あら、見つかってしまった。もう少し下がっておきましょう。この傾斜の後ろに下がっておきたい。自走砲の弾がかなり視認しやすくなりましたね。これならいざとなったら避けられるな。遺体のみかな。よしよし。当たったのかな。まだいる。いたようですね。まだまだいる。いなかったようです。ちなみにリロードは4秒ちょっとです。単発は平均ダメージ150と少し低めです。下は無事抜けられそうかな。よしよし。ちょ、M4 くん、そんなど真ん中に棒立ちして。中央は、くぼ地を使わないと集中砲火されるぞ。やったぜ。だいぶ右に試合が進んでいますね。もう少し詰めてみましょう。あの戦車が撃てるかな。よしよし。外しました。よしよし。
見えなくなりましたね。もう少し詰めてみましょう。あ、キルログが出ましたね。ということはさっきのタオンという戦車がやられたかな。で、見つかってしまった。ここで見つかるのは怖い。あの息子兄ちゃんに見つかったかな。この小高いところの後ろまで来れば大丈夫かな。この辺は茂みも多いので簡単には見つからなそうです。よしよし。ニッコ兄ちゃんはあの駆逐戦車を追っていきそう。味方さん、ナイス。自走砲が自走砲に突っ刺さった。他人の弾だけど、意外に気持ちよき。なるべく南に回って、高台から撃ちたいところ。この丘が撃ちやすそうかな。よしよし。後頭部が丸見えだぞ。あらー、味方さんナイス。やったぜ。残りの敵は軽戦車だけですね。このまま陣地でおびき出せるかな。当たりませんでした。よしよし。痛い。ねえ、今どんな気持ち。僕今 NDK されてる。怖ーす。味方さんナイス。なんとも言えない気持ちになるところだったぜ。というわけで勝ちました。 MVP やったー。モストバリアブルでティア6にしてはなかなか良いダメージが出せたのではないでしょうか。そこそこの経験値でチャックノリスも大喜び。お、M バッジ来たー。やったぜ。なかなかお気に入りの戦車なので嬉しいです。皆さんも、現実世界で人をチクチク攻撃せずに、ゲームの中で戦車をチクチク攻撃してみてはいかがでしょうか。ご視聴、チアーズ。